今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますが、安倍総理明日内閣改造、あと党役員人事を行います、小野寺元防衛大臣を防衛大臣に起用する方針を固めたというニュースが入ってきています、まあ、文科大臣、文部科学大臣として大臣経験者の伊吹元衆議院議長に打診したんですが固辞された、まあ、断ったということですね、総理の打診固辞する動き、これが表面化したことで総理が狙う局面打開の勢いが削がれる可能性もあると、まあ、これ朝日新聞なんですが伝えています、まあ、今回明日内閣改造なんですが、やっぱりこれポロポロ出てくるもんなんですね。出てきますね。私は個人的にはその小野寺さんについて、なんで防衛大臣外したのかなとずっと思ってたんで、これはあの真っ当な人事だと思いますけど、でもいずれにしてもね、もう支持率が 20% まで落ちてるわけですよね。で 20% まで落ちた内閣が 50% とかまで戻した例っていうのは小渕内閣だけなんですよ。過去の例が他に例がないんで一切で、なんで小渕さんが戻せたかというと、大々的な財政拡大やったからなんですよね、あのデフレ対策ってことで。で、本当に総理がもっと長期政権やりたいんだったら、もう財政出動に踏み切るしかないですね、手は。ただそのためには例のプライマルバランス黒字化目標っていうのがですね、ずっと壁になっちゃってるから、あれ外さないと話にならないですね。だから誰が、どういう閣僚で内閣、人事にしたって同じです。どうしても。どうやったって PB 目標っていうの外さないと。だって基本的に政策ってのは予算ですよね。で、その予算的に制約があれでかかっちゃうんですよ。何やるにしても PB っていうのが立ちはだかります。プライマリーバランスというのが立ちはだってくるということなんですよね。まあ、閣僚はですね、これまで総理が骨格と位置づける麻生太郎副総裁兼、財務大臣、副総理兼財務大臣、あと菅官房長官、岸田外務大臣、世耕経済産業大臣、この留任が決まっているということですね。麻生さんが財務大臣に残るってことは、その PB 黒字化路線が維持するってことでしょ、はい、いうことなので、まあ、まず上がらないな支持率だと思います。そういうことなんですね。はい。